当にいいの？うん、何してたの今まで。うん、同居人煽ってた。なんでこんな鉄みたいな。え、前の配信ずっと見てたの？見てたよ。あ、そうなんだ。こっちでってこと？うん、これハニーちゃんこの体勢きついんじゃない？うん、これ好きなの。好きなの、うん、あ、同居人から電話かかってきた。お前いつ来んの？大丈夫ですか？お前いつ来るの？いや、今向かってるよ。早しろよ。やってやるかな。お、早しろよ。やってやるかな、てめえ。あと30分では着くわ。なんで、30分も離れてねえだろ、家。5分で来れるだろ。ダッシュで来い。わかったか。あ、5分、あと15分だ。5分で来い、走って。5分は無理だな。4分。5分で来いよ。バカ。バカ男。分かった。3分。今日のパラ。稽古の家近いの？いや、ちょっとミュートにして。あ、これで書く。こちらからいいです。いや、本人説もあるけど、本人じゃない説もある。どっちなの？声が似てないんだよ、まったく。え？今の同居人？どういうこと？今の電話かかってきて、同居人名乗る男から電話がかかってくる。いいの？わからん。わからん？うん、待っとくか、ちょっと。楽しんでる？楽しんでないけど。まあ、じゃあありがとう。言ってほしいんだけど。何言ってほしいって。ここに。あ、いいよ。うん、何、稽古と俺喋る？いや、あの配信中は嫌だと思うよ。うん、じゃあ今から稽古っていう載せないでよ、まず。うん、家に何かハニーちゃんを預けるらしい。別れるつか、今別れてるよ。シートベルトして、してる。これ外カメにしていい？ダメ。俺ってタクシーの代わりじゃないよね。え？笑ってるけど。都合がいい男？指輪手繋がないでよ。指輪返しに来たの？まだ好きなの？もう疲れた今、もう分かんないな全部。うん、指輪返しに来たよ。あげる。何これ？これ誰とのペアリング？これねえ、うん、これ誰とのペアリング？これ誰のやつ？これ、これ、これ渡したかった。これ誰とのペアリング？あげる。いらないんだけど。捨てていいよ、じゃあ。なんでクルちゃんとペアリングなの？まあいいか。バカにしてんの？違う。もう捨てれる。どうでもいい。窓から投げ捨ててもいいよってこと。あ、なんだよ。あ、いいですよ。投げるね。で、一般的に道路に投げるのは良くないんじゃない？投げます。いや、一般的に道路に投げたら。じゃあこれ飲みます。飲んじゃダメなんじゃない？飲むのはなんで？してよ。私にくれたんだよね。ゴミ箱にしてよ。飲むんだよ。なんで飲むの？いや、飲むから。ゴミ箱にしてよ。飲むんだよ。体に。捨てたやつ拾うの？ん？捨てたやつ拾うの？じゃあ。拾わないよ。じゃあ飲むね。だから飲まなくていい。飲むよ。捨てようよ。飲むから。ゴミ箱に。
してよ。もう外亀にしていい？ダメ。潰されちゃうよ、アニちゃん。大丈夫なの？これ、犬のなんかこういうのあるんだね。これ何のために使うの？これ？楽だから。アニは、なんかね、歩くの苦手で、外行くとビビリだから、抱っこ抱っこってなっちゃう。これ犬のために窓開けてる？散歩行く時とか抱っこ紐で歩いてる。じゃあもういいんだね。もう俺たちは終わりってことね。うん、分かった。じゃあ俺ももうめめしいこと言わないし、完全にあれ、それね。じゃあこれ飲むね。だから、そう、なんか別れるんだったらその、あ、返してほしい。いやいや、来るの結婚指輪ってどうでもよくない？飲むって、うん、じゃあ返してあげようか。じゃあ俺はもういらないよ。じゃあ飲むね。じゃあ飲むのやめてって言ってんの。危ないって。危なくないよ。いやいや、危ないよ。危なくないよ。いや、それ手術して取らなきゃいけなくなるよ。いや別に便として出るよ。便として出るの？土に帰るんだよ。そうなの？みんな、指輪って飲んだらうんこに出る？出るよ。胃が消化しないから、うん、出るの？でも危ないからやめて。なんで？そこら辺ポイと捨てればいいじゃん。分かった。あっ、ちょっと何何舐めていいんでしょ？なんでハーハーしてんの？泣いたのはまだ好きだから。あ、
どこ本当に捨てた？行ってきな、行ってきなよ。本当に捨てた？うん、行ってきなじゃん。早く探してきな。シートベルトしてるよ。うん、探してきなじゃん。探してきな。うん、探してきなよ。別に嘘をつかないで稼ぐの。だからそう言うんだよあいつは。あのキャバクラも騙す、騙して稼ぐ。だからシートベルトしてるってこの下に。犬で隠れてるだけじゃん。してるから。涙って、あの、泣こうと思って泣くんじゃなくて。眉で泣いたことないよ。あるよ。何で？嫉妬？うん、でも好きじゃないんだよ。じゃあこれ指輪捨てていいよっていう。すごい苦しそうだったけどね、さっき。いや、そんなことないよ。心臓発作出てた。いや、そんなことないよ。じゃあ本当に投げるからね。
リスナーにも戻らないって約束。